僕の名前はヨシオ、高校3年生。恋愛シミュレーションゲームが大好きで、二次元の女の子を何人も落としてきた色男である。今はドキドキメモリーズというゲームにハマっていて、メインヒロインのサオリ含めて全員を落としている。この趣味と見た目なので、学校ではキモオタとしてみんなから避けられている。同じクラスには幼馴染の女の子アイラがいて、小学校の頃はいつも一緒に遊んでいたが、中学校に上がるとアイラは金髪にして地元で有名なヤンキーギャルになってしまった。下校時一緒に帰ろうと声をかけると、一緒に帰って友達に噂されると恥ずかしいし、あなたと幼馴染だっていうだけでも嫌なのに。それじゃさよなら。こんな暴言を浴びてからは会話もしてない。そんなある日、休み時間に廊下を歩いていると、おいこら、今日の放課後校舎の裏に一人で来な。え、何か勘に触ることでもしたのだろうか。放課後校舎の裏に行ってみると、あんたさあ、ドキドキメモリーズやってる？まあやってるけど。ヒロインの沙織が攻略できないのよ。どうやったら告白されるの？まさかヤンキーギャルのアイラがドキドキメモリーズをプレイしているとは。それはね、体調とストレス以外のパラメーターを分けて爆弾を点灯させないように。なるほどね、ありがとう。これで沙織から告白してもらえるわ。そういえばあんた、ドキメモのグッズとか持ってる？キャラ全員の等身大フィギュアと抱き枕くらいなら持ってっけど。マジで？羨ましい。どこで売ってるの？秋葉だけど。やっぱ秋葉か。今度の日曜日一緒に行こうぜ。私の単車の後ろに乗っていいから二血して行こうぜ。日曜日、アイラのバイクで秋葉に向かった。秋葉に着くと目を輝かせてグッズを見ていた。いやー、今日はめっちゃ買ったわ。そういえばさ、あんたコミケとか行ったことある？毎年行ってるよ。ユリ系同人誌しか買わないけど。私コスプレしたいのよ。あんたもコスプレして一緒に行こうよ。え、でも、アイラは何のコスプレするの？それは当日のお楽しみ。コミケ当日、僕はジャイアンリサイタルのコスプレで参加した。お待たせ。そこには髪を赤くし、沙織のコスプレをしているアイラが手を振っていた。アイラ、その髪どうしたの？へへ、この日のために赤く染めたんだ。どう？似合う？すごくいいよ、似合ってる。ありがとう。アイラは瞬く間にカメラ小僧に囲まれていた。いやー、コミケって楽しいね。あんなに囲まれたのはヤンキーグループに一人で喧嘩売りに行った時以来だよ。そうなんだ。夏休みも終わり、学校が始まった。金髪ヤンキーギャルのアイラが赤い髪で登校してきたので、学校全体が凍りついた。僕はアイラとの距離が縮まったと思っていたのだが、コミケ以降会話することはなかった。そして時が経ち、迎えた卒業式。僕は今日でこの学校を卒業する。教室に戻り帰宅しようと思ったら、机の中に一通の手紙が入っていた。開けてみると、伝説の木の下で待っていますと書かれた手紙だった。僕は急いで伝説の木の下に向かった。そこにはアイラが恥ずかしそうに待っていた。もうただの幼馴染じゃ嫌。世界中の誰よりもあなたが好きです。この日から僕たちのメモリーズはまた刻まれ始めていった。随分と攻略の簡単なヒロインもいたもんだな。2回のデートでパラメータ低そうな男子に告白とは。これはね、ドキメモの沙織を最後まで演じてみたかったってこと。しょうもないな。私たちいつもと雰囲気違うじゃない。あんたの金髪はわかるけど、なんで私まで髪が赤いのよ。バナナの皮みたいなカチューシャ乗ってるし。このためだけに予算かけられないからね。ペイントで塗りつぶして曲線入れただけ。まあ私の方がときメモのしおり役はぴったりだと思うけど。誰そのときメモのしおりって？私はこち亀のドキドキメモリアル、早乙女沙織からインスパイアされたんだけど。パロディーのパロディーかいな。髪緑にしてくるわ。チャンネル登録、高評価ボタン、よろしくお願いします。